ピピの現状。スペイン一部レアルマドリードの下部組織でかつて神童と称されたピピこと中井卓弘。2003年生まれで現在20歳の中井は、日本国内でも久保建英と並ぶ天才少年としてその動向が注目されていた。2020年にはイギリス紙ガーディアンにより世界で最も才能のある若手選手60名に選出され、現在はスペイン3部ラージョ・マハダオンダへレンタル移籍している。かつては神童と呼ばれていた中井だが、現在はどうなっているのか、生い立ちと現状を周囲の評価とともに紹介していく。生い立ち、フベニール A。 2003年に中井は滋賀県大津市で生まれた。先にサッカーを始めていた兄の影響を受け、幼少期から地元滋賀県の少年チームアズールフットボールクラブに入団。よくピーピーと鳴いていたことからピピという愛称で親しまれており、当時からトップアスリートの世界で必要な負けず嫌いな性格をしていた。また当時から足元のテクニックは有名で、7歳の時には華麗な足さばきを捉えた動画が7歳のメッシと拡散されるなど注目を集めていた。そして2012年の夏、当時8歳の中井は名門レアルマドリード主催のファンデーションキャンプに参加。その活躍ぶりが現地指導者の目に留まり、レアルマドリードのテストを受けるように言われると、得意のドリブルとテクニックを思う存分に発揮し、見事合格を勝ち取った。レアルのカンテラの責任者ロベルト・マルティネスから手渡された証書にはこう書かれていた。今回レアルマドリードカンテラの練習に参加してくれてありがとう。素晴らしい才能を披露してくれたことに心から感謝いたします。そしてレアルマドリードのカンテラにようこそ。入団おめでとう。合格者として選ばれた中井は2013年の9歳の時に母親と共にマドリードに移住することを決め、レアルマドリードの下部組織に入団した。アレビン AU12 に所属していた11歳の時には、練習場を訪れたトップチーム所属のブラジル代表ディフェンダーマルセロの前で両足でタッチしながらの小刻みな後ろ向きドリブルを見せると、マルセロも思わず驚愕の表情を浮かべた。この動画が拡散されると、中井の存在は日本の多くのサッカーファンに知れ渡った。ドリブル、サッカー IQ の高さを示すスマートなパスがスペインで高く評価され、順調にステップアップしていた中井だが、カデーテ BU15 の時には新たに決定力を課題として取り組んだ。サッカー元日本代表ディフェンダー長友佑都らトップアスリートの専属トレーナーを務めたプロトレーナーの小葉克実は当時の中井についてこのように評価していた。ピピは成長期ですが、順調にフィジカル面も伸びています。体幹をしっかり鍛えることができているので、レアルでも対戦相手の体の大きな選手と競り合っても当たり負けしないと話していました。今回は自分から強いシュートを打てるようになりたいとリクエストがありました。レアルの下部組織や対戦相手にもすごい若手がいる中で、自分の伸ばすべきところを理解してはっきりと言えている。中学3年生ですが、驚くほど意識が高いですね。さまざまなトップアスリートを指導する小橋も絶大なプロ意識に感嘆していた。またチームを率いるペドロ・サンチェス監督は当時の中井について、ピピの一番の強みはテクニック、ボールコントロールなどは素晴らしいと技術力を絶賛しており、将来どのようなプレイヤーになるかと問われると、テクニックの高い選手になる、そこを維持して戦術の理解などの判断の部分を磨いていけばより完成されたプレイヤーになるだろうとコメントしていた。2021年の17歳の時には、本来のフベニール BU17 から飛び級となるフベニール AU19 でプレーした。吸い付くようなボールタッチと華麗なテクニックを評価されていた中井は2022年2月24日自身の SNS を通じてレアルマドリードと2025年までの契約延長を発表。カスティージャ現在。その後中井はレアルマドリードに最も近い選手が集まるカスティージャに昇格。フベニール AU19 からカスティージャに昇格した理由についてラウール監督は、中井のテクニックレベルの高さは育成年代でずっと注目されてきた。17歳にしてカスティージャで親善試合に出場し、公式戦の招集メンバーにも3試合選ばれている。すでにトップチームの練習にも呼ばれた経験があって、今回のカスティージャ昇格となったと答えている。スペイン大手スポーツ紙アスはカスティージャに昇格について、カスティージャの監督であるラウルは中井の理解者といえる、ユースを率いていた時代もポテンシャルを確信し引き上げている。2020年のユースリーグ決勝大会には、当時カテゴリーで2歳下の選手だった中井を思い切って招集した。
特に攻撃センスの高さに期待し目をかけていると中井のポテンシャルを期待しての招集だと伝えた。しかし熾烈な競争があるカスティージャ、中井は2022-23シーズンに壁にぶつかった。スペイン3部を戦うカスティージャでわずか2試合、それも計5分間の出場にとどまったのだ。順調にステップアップしていた中井だが、カスティージャでは出場機会を得ることができず、2023年8月17日、スペイン3部ラージョマハダオンダへのレンタル移籍が決定した。3部のチーム間の取引ながら、この移籍は現地でも注目され、スペインメディア、ゴルスメディアは、4部へ降格しかけたマハダオンダのチーム状況に触れ、このように伝えた。マハダオンダは昨シーズンの数字を改善するために力を入れている。チームを大幅に刷新し、最後に到着したのがピピ中井だった。彼は若くしてマドリー、カスティージャでデビューすることができた。この事実は彼がブロンズのカテゴリーで輝くことができる特別な選手であると証明している。同メディアは19歳の至宝について、2003年生まれのミッドフィルダーはUEFA ユースリーグなどの公式の大会で優秀な成績を収めた。マドリーの考えは、カスティージャでは熾烈な競争があるが、ラージョマハダオンダでは出場時間が約束されるため、3部のクラブで成長を続けるというものだと主張し、このように続けた。新しいクラブはすでに彼を歓迎し、彼の幸運を祈っており、レアルマドリーもこのステージが彼にとって可能な限り実りあるものになることを願っている。中井の成長は中盤でのクオリティ、フィジカルの発揮、自信を必要とするマハダオンダにとっても朗報となるだろうと、昨シーズンはカスティージャで5分しか出場できなかったため、経験を積ませたいマドリーと中盤を強化したいマハダオンダの思惑が一致し、移籍が実現したと伝えた。マハダオンダへの期限付き移籍を決めた理由について、中井はインタビューでこのように答えている。まず監督と会長が僕のことを気に入ってくれていて、欲しいって言ってくれました。いろんな人に話を聞くと、監督のサッカーがレアルマドリードと似ていて、ショートパス、ティキタカのサッカーなのが決め手だったというのがあります。もちろん拠点を変えずにマドリードというのもあるので、引っ越しもせず拠点も同じで環境も変わらずということで、マハダオンダに決めたってのもありますねと、ショートパスをつなぐチームのスタイルと環境が決め手となったとしている。またインタビューの中でオランダやベルギー、 J リーグなど様々な国からオファーがあったと答えている。現在マハダオンダへ期限付きの移籍を決めた中井、ここでも最初は出番が増えず、12月2日のコルネジャ戦までは13試合で出場時間30分しかなく、補欠とメンバー外れが続いていた。しかし12月2日のコルネジャ戦でスタメンに抜擢されると、この試合で中井は中盤で積極的にデュエルを挑み、勝敗ともにチーム最多を記録。低い位置ながらドリブル10回のうち成功5回を記録し、トラップと見せかけて相手をかわすなど足元の技術が随所に見られた。この試合をきっかけに監督の信頼を得た中井は徐々に出場機会を増やし、直近の10試合で4試合スタメン出場し、344分プレーしている。このまま監督の信頼を勝ち取り、レギュラーの位置を維持できるかどうか、今後が期待される。中井の評価。そんなスタメンダッシュをしている中井だが、ネットでは中井に対して様々な意見が寄せられている。日本の全国レベルの高校生と比べても勝ってなかった。毎年いくらでも出てくるレベルだった。もともと天才でも何でもなかったってことだろ。気の毒だが個人的にはそういう評価しかない。もう久保と比べるのは無理がある。20歳のシーズン終了時点のプロ通算試合数、久保建英、スペイン1部104試合、 J1 36試合、 J3 33試合、中井卓弘、スペイン3部14試合。このように同じくスペインの下部組織でプレーしていた久保選手や同世代の高校生を引き合いに出し、中井の厳しい立ち位置を指摘する声や、問題は試合感と試合体力だから改善された時の伸びが全く読めない、ボールスキルはズバ抜けているから覚醒した結果久保クラスになる可能性もある、中井の課題は試合に出れなくて試合感がないことと試合体力がないこと、技術とかを指摘するのを見てないから克服した時にどう成長するのか未知数、身長が急激に伸びて感覚のズレがあった中で試合を通じてそれが戻ってきているならば素晴らしいです。テクニックがある程度戻った場合、身長が高くなったことで視野が広がって当たり負けしなくなるので相当伸びていく可能性がありますと、中井のボールスキルのポテンシャルとこれからに期待する声も上がっている。元サッカーの日本代表の前園氏も中井に対して、
久保建英は20歳の頃にはトップレベルで多くの試合でプレーしていました。これくらいの年齢では試合にどんどん出ているくらいでないといけませんと指摘。サッカーには関心を寄せる J リーグのクラブもあったが、 J リーグに来ても簡単に出られるわけではありません。今の環境で結果を出してポジションを取って上の舞台を目指してもらいたいですと、現在16位で降格圏にあえいでいるマハダオンダでの中井の活躍と今後の覚醒を期待した。いかがでしたでしょうか。今回はピピこと中井卓弘選手の現状を解説しました。久保選手と並んで天才と評されていた中井選手、現在は少し足踏みしていますが、徐々に出場も増えてきたので、久保選手のように覚醒し、いずれは日本代表で共闘する姿が見られるかもしれませんね。今後もサッカーに関するホットな情報を配信していきます。ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。次の動画でまたお会いしましょう。